岡本喜道作、半七鳥物帳より、雪だるま。一。改めて言うまでもないが、ここに紹介している育種の探偵物語に、何らかの特色があるとすれば、それは普通の探偵的興味以外に、これらの物語の背景をなしている 江戸の面影の幾分をうかがい得られるという点にあらねばならない。私も注意して半七郎人の談話筆記をなるべく書き誤らないように努めているつもりであるがその説明がやはり不十分のために往々にして読者の惑いを引き起こす場合がないとは限らない。これらの物語についてこういう不信を抱く人のあることを しばしば聞いた。それは、おかっぴきの藩七が、自分の縄張りの勘太以外に踏み出して働くことである。おかっぴきには、命名の持ち場がある。それをむやみに踏み越えて、処方で活動するのは、嘘らしいというのである。それは確かにごもっともの理屈で、おかっぴきは原則として、自分だけの縄張り内を守っているべきである。 仲間の義理としても他の縄張りを荒らすのは遠慮しなければならない。しかし他の縄張りを絶対に荒らしてはならないというほどの窮屈な規則も約束もない。今日でも某区内の犯罪者が他区の警察の手に挙げられる場合もある。まして江戸の時代において互いに巧味を争うこの種の職業者に対して 絶対にその職務執行範囲を制限するなどは、所詮できることではない。半七がどこへ出しゃばっても、それは嘘でないと思ってもらいたい。これは私の縄張りないですから、威張って話せますよ。と、半七老人が笑いながら話し出したのは、左の昔の話である。 文久元年の冬には、江戸に一度も雪が降らなかった。冬中に少しも雪を見ないというのは、ほとんど前代未聞の奇跡であるかのように、江戸の人々が不思議がって言いはやしていると、その埋め合わせというのか、明くる年の文久二年の春には、正月の元旦から大雪が降り出して、三ヶ日の間降り通した結果は、 八百屋町を真っ白に埋めてしまった。古老の公費によると、この雪は三尺も積もったと伝えられている。江戸で三尺の雪。それはよほど割引をして聞かなければならないが、ともかくもその雪が正月の二十日ごろまで消え残っていたというのから推し量るとかなりの多量であったことは想像するに堅くない。 少なくとも江戸においては近年未曾有の大雪であったにそういない。それほどの大雪にうずめられている間に、のんきな江戸の人たちは、たとえ改札に出ることを怠っても、雪だるまをこしらえることを忘れなかった。処方の辻辻には、思い思いの意匠を凝らした雪だるまが、申し合わせたように多丼の大きい目を向いて座禅を組んでいた。 ことに今年は、その材料が豊富であるので、場所によっては見上げるばかりの大だるまが、雪解け道に生き悩んでいる往来の人々を平雁しながら座り込んでいた。しかもそれらの大小だるまはいつまでも大江戸の真ん中にのさばり返って存在することを許されなかった。七草も過ぎ、蔵開きの十一日も過ぎてくると、 彼らの影もだんだんに薄れて、日当たりの向きによって頭の上から溶けてくるのもあった。肩のあたりから崩れてくるのもあった。腰の抜けたのもあった。こうして惨めな醜い姿をさらしながら黒い目玉ばかりを形見に残して、彼らの白い影は大江戸の地股から一つ一つ消えていった。その 消えてゆく運命を担っている雪だるまのうちでも、日陰に陣取っていたものは、比較的に長い寿命を保つことができた。一橋門外の二番御日よけ地の隅に居座っている雪だるまも、一方に間垣家の御用屋敷を折りわしているので、正月の十五日頃までは満足にその境外を保っていたが、藪入りも過ぎた十七日には、 朝から寒さがにわかに緩んだので、もうたまらなくなって、もろくもその形を崩し始めた。これは高さ六七弱の大きいものであったが、それがだんだんと崩れ出すとともに、その白い塊の底には、さらに一人の人間があたかも座禅を組んだような形をしているのが見出された。いや、雪だるまの中に、 人間が埋まっていた。この噂がそれからそれへと広がって、近所の者どもはこの雪だるまの周りに集まった。雪の中に座っていたのは四十二んの男で、さのみ見るしからぬ身なりをしていたが、江戸の人間でないことはすぐに悟られた。男の死骸は辻番からさらに近所の地震盤に運ばれて、 町奉行所から出張した、よりき同心の検視を受けた。男の体には、致命傷とも見るべき、傷の跡は認められなかった。刃物で傷つけたような跡もなかった。締め殺したような跡も見えなかった。喚起のために投資したのか、あるいは病気のために生き倒れとなったのかと、役人たちの意見はまちまちであったが、 普通の投資か生き倒れであるならば、雪だるまの中に押し込まれているはずがない。これを発見した者は、すぐに辻盤か地震盤へ届けいずべきである。これほどの大きい雪だるまをわざわざこしらえて、その中に死骸を忍ばせておく以上、それには何かの死災がなければならない。彼の死因には何かの秘密がまつわっているものと、 役人たちは最後の弾丸を下した。それにしても、この雪だるまを誰が作ったのか。役人たちは当然の順序として、まずその詮議に取りかかった。町内の者もことごとく吟味を受けたが、誰もこの雪だるまを作ったと白状するものはなかった。彼らの申し立てによると、この雪だるまは、 三日の夜のうちに何者にか作られたのであるが、前にも言うとおり、雪が降れば誰かの手によって、必ず一つや二つの雪だるまは作られるのであるから、この大きい雪だるまが一夜のうちに出現したのを見ても、誰も別に怪しむものもなかった。大方町内の誰かがこしらえたのであろうぐらいに思って、何の注意も払わずに、 幾日を過ごしたたのであったことにこの近所には武家屋敷が多いので、それは町人がこしらえたのか、武家の若い者どもが作ったのか、それすらも確かには分からなかった。もちろんこれほどの雪だるまが自然に湧き出してくるはずはない。必ずその制作者はどこにか潜んでいるにはそういないのであるが、 こうなっては誰も名乗って出るものもない。何かの手がかりを見つけ出すために、だるまは無残に突き崩されて、その形骸はめちゃくちゃに破壊されてしまったが、男の死骸以外には何の新しい発見もないらしかった。崩れた雪はその正石を隠滅せんとするかのように、次第次第に消えうせて、 いたずらに泥水となって流れ去った。旦那方、ご苦労様でございます。一人の男が地震盤の前に浅黒い顔を出した。彼は三河町の半七であった。八丁堀同心の三浦慎五郎は待ちかねたように声をかけた。おお、半七、遅いな。 きさまの縄張り打ちでとんでもないことが始まったぞ。それを聞くと私もびっくりしました。で、もう大抵お調べも届きましたかいや、ちっとも見当がつかない。死骸はここにある。よく見てくれ。ごめんください。半七は進みよって、そこに横たえてある男の死骸を覗いた。男は、 手織島の綿入れを着て、鉄色木綿の黒ちの羽織を重ねていた。履物はどうしてしまったのか、彼ははだしであった。半七は丁寧に死骸を改めたが、やはりどこにも致命傷らしい跡を発見することができなかった。どうもわかりませんね。と、彼も眉を寄せた。 まあともかくもその現場を見届けてまいりましょう。役人たちに会釈し,して半七は雪だるまの溶けた跡を訪ねていった。そこらには雪解けの泥水と散々に踏み荒らした下駄の跡とが残っているばかりで近所の子供や往来の人たちがそれを遠巻きにして何かひそひそとささやき合っていた。 その雑踏をかき分けて、半七は足田を吸い込まれるような泥水の中へ踏み込んだ。そうして、油断なくその目を働かせているうちに、彼はまだいくらか消え残っている雪と泥との間から何者をか発見したらしく、身をかがめてじっと眺めていた。彼はそれからしばらくそこらをあさっていたが、 他には何にも新しい発見もなかったらしく、泥に汚れた手先を懐の手ぬぐいで拭きながら、元の地震板へ引っ返していくと、よりきはもう引き上げて、当番の同心、三浦だけが残っていた。どうだ、半七、何か掘り出したか。しっかり頼むぜ。立ちの悪い旗本かご家人どもの仕業じゃねえかな。 そうですね。と、半七も考えていた。まあ、どうにかなるかもしれません。どうぞ明日までお待ちください。明日までと、新五郎は笑った。そう安う気合いができるかなまあ、せいぜい働いてみましょう。では、くれぐれも頼むぞ。言い渡して、新五郎は帰った。 その後で、半七は再び死骸のたもとを丁寧に改めた。二。半七はそれから、日本橋の曝露町へ行った。死骸の身なりから考えて、まず曝露町の宿屋を一応調べてみるのが、正党の順序であった。その隣町に、菊市という小間物屋があって、 麹町の大通りの菊市とともに、下町では有名な老舗として知られていた。半七は顔を知っている番頭を呼び出して、この三日の日に南京玉を買いに来た田舎の人はなかったかと聞いた。繁盛の店であるから、朝から晩まで客の絶え間はない。したがって南京玉を売ったぐらいのお客をいちいち記憶していることは困難であったが、 幸いに当日が正月早々であるのと、かの大雪が降り続いたのとで、ほとんど商売は休み同様であったために、菊市の番頭はその日に買い物に来たたった三人の客をよく記憶していた。その二人は近所の娘で、他の一人は曝露町の品野屋という宿屋に泊まっている客であったと彼は説明した。 名は知りませんが、去年の暮れにも一度来て、村の土産にするのだと言って、油やもっといなどを買っていったことがあります。三日の朝にも雪の降るのにやってきて、どうしても明日は立たなければならないから、近所の子供たちの土産にするのだと言って、南京玉を二百文買っていきました。その田舎の人の人相や、 年頃や服装などを詳しく聞きただして、半七はさらに信濃屋に足を向けた。信濃屋の番頭は宿帳を調べて、その客は上州太田の財の百姓、神右衛門四十二歳で、去年の暮れの二十四日から登竜していた。どうしても年内には帰らなければならないと言っていたが、それがだんだんに伸びて、 とうとうここで年を越すことになった。三ヶ日が済んで四日の日は是非経つと言っていたが、その前日の昼過ぎに近所へ買い物に行くと言って出たぎり帰ってこないので、宿の方でも心配している。もっとも去年中の宿賃は大晦日の晩にきれいに勘定を済ませてあるので、その後の分は知れたものではあるが、ともかくも、 無断でどこへか形を隠してしまうのはおかしいと、帳場でも毎日その噂をしているとのことであった。じゃあ気の毒だが神田まで来てくれ。何、決して迷惑はかけねえから。迷惑そうな顔をしている番頭を引っ張り出して、半七は彼を神田の地震盤へ連れて行った。番頭はその死骸を見せられて、 確かにそれは自分の宿に三日まで泊まっていた仁右衛門という田舎者に相違ないと申し立てた。これでまず死人の身元は分かったが、彼が何者に連れ出されて、どうして殺されたかということはちっとも想像がつかなかった。半七が菊市へ宣言に行ったのは、雪だるまの溶けている現場で、 南京玉を三つ四つ発見したからであった。近所の娘子供が落としたものか、あるいは死人の所持品かと、半七は地震盤へ引き返して死人のたもとを丁寧に改めると、たもとの底からたった一粒の南京玉が発見されたので、彼が南京玉の持ち主であったことは確かめられた。四十以上の田舎者らしい男が、 南京玉などを持っているはずがないから、おそらくどこかの子供にでもやるつもりで、たもとの中に入れておいたものであろうと、半七は鑑定した。もちろん、その南京玉をどうして手に入れたのか、買ったのかもらったのか、ちっとも検討はつかないのであるが、仮にまずそれを買ったものとして、半七はその開い先を考えた。 もともと子供のおもちゃ同様のものであるから、どこで買ったかほとんど雲をつかむような尋ねのであったが、田舎の人はつまらないものを買うにも、とかくのれんの古い店を選む癖があるのを知っているので、彼はまず、曝露町の近所で最も名高い小間物屋に目をつけて、案外にやすやすとその手がかりを探し出すことができたのであった。 ここまではうまく運んだが、この先が難しい。と、彼はまたしばらく考えていた。もう私は引き取りましてもよろしゅうございましょうか。と、品野屋の番頭はオズオズ聞いた。うん、ご苦労。もう用は済んだ。と、半七は言った。いや、少し待ってくれ。まだ聞きてえことがある。 一体この陣右衛門という男は何のようで江戸へ来ていたのかお前たちは何にも知らねえか。ふだんから無口な人で私どもとも朝夕の挨拶をいたすほかには何にも口を聞いたことがございませんのでどんな用のある人か一向に存じません。上どかえ去年9月ごろにも10日ほど登留していたことがございまして。 今度は二度目でございます。酒を飲むかえと半七はまた聞いた。はい、飲むと申しても、毎晩一合ずつと決まっておりまして、ひどく酔っているような様子を見かけたこともございませんでした。誰か尋ねてくることはあったかえさあ、誰も尋ねてきた人はないようです。朝は大抵五つごろに起きまして、 昼飯を食うと、いつでもどこへか出て行くようでございました。五つ、と、半七は首をかしげた。田舎の人にしては朝寝だな。そして、何時に帰ってくる大抵、夕むつごろには一度帰ってきまして、夜食を食べるとまたすぐに出ていきますが、それでも四つ過ぎにはきっと帰りました。 何でも近所の寄せでも聞きに行くような様子でしたが、確かなことは分かりません。金は持っていたらしいかえ宿へ初めて着きましたときに、帳場に五両を預けまして、大晦日にはその中から取ってくれと申しました。その残金は私どもの方に確かに預かってございますが。 自分の懐にはどのくらい持っていましたか、それはどうも分かりかねます。外から帰ってくるときには、いつも手ぶらで帰ったかいいいえ、いつも何か風呂敷包みを重そうに下げていました。村への土産をいろいろと買い集めているらしいと、女中どもは申していましたが、どんなものを買ってくるのか、ついぞ聞いてみたこともございませんでした。 そうか。じゃ、おめえのうちへ行って、その座敷を改めてみよう。半七は番頭を連れて、再び信の屋へ引っ返した。番頭に案内されて、奥二階の六畳の座敷へ入ると、そこには別に目につくものもなかった。さらに戸棚を開けてみると、いろいろの風呂敷に包んだものが、細紐で十文字に固く縛られて、 五つ六つ積み重ねてあった。その一つ積みを念のために引き出すと、それはかなりの目方があって、なんだか小砂利でも包んであるかのように感じられた。番頭立ち合いでその風呂敷を解いてみると、中からは浅袋や小切れに包んだ南京玉がたくさん現れた。 なんだってこんなに南京玉を買い集めたのでしょう。と、番頭も呆れていた。どの風呂敷包みからも南京玉が続々現れてきたので、半七もさすがに驚いた。南房土産にすると言って、こんなに南京玉を買い集めるやつもあるめ。商売にする気なら、どこかの問屋からまとめて仕入れるはずだ。割の高いのを承知で、 店みせみせから子がいするはずはねえ。どうもわからねえなあ。うずたかい軟禁玉を目の前に積んで、半七は腕を組んでいたが、やがて思わず口の中で、あと言った。3おい番頭さん、まったくだれもこの男のところへたずねてきたことはねえかどうだか。 もう一度よく考え出してくれねえか。と、半七は番頭に聞いた。さあ、私はどうも思い出せませんが、それでも私の留守の間に誰か来たことがあるかもしれませんから、女中どもを一応調べてみましょう。番頭は下へ降りていったが、やがて引っ返してきて、去年の暮れの二十八日に、隣町の 豊吉という飾り職人が一度訪ねてきたのを女中の一人が知っている。ただしその時は、仁右衛門は留守で、豊吉はそれぎり訪ねて来ないということを報告した。その豊吉というのはどんな人間だえ以前は小白地などを打ってあまり評判の良くない男でございました。と番頭は説明した。 しかし去年の春頃からすっかり硬くなりまして、商売の方も身を入れますので、この頃は懐具合もよろしいようで、十一月には品川のおまさという女郎を受け出して仲良く暮らしております。いくら品川でも女一人を受け出すにはまとまった金がいる。たかが飾り職人が半年や一年稼いでも、 それだけの金ができそうもねえ。何か禁酒があるな。そうでございましょうか。禁酒はきっとこの陣へもんだ。もう大抵わかっている。しかしこのことはめったに言っちゃうならねえぞ。この南金玉は俺が少しもらっていく。半七は一つみの南金玉をたもとに入れて。 やからすぐに隣町の裏長屋を訪ねると飾り職人の豊吉は繭の跡の青い女房と長火鉢の前でねぎまの鍋をつっつきながら酒を飲んでいた「おい飾り屋の豊というのはお前かそうでございます」と豊吉はおとなしく答えた「少し用があるそこまで来てくれ」。 どこへ行くんでございます豊吉の目はにわかに光った。まあ何でもいいから番屋まで来てくれ。すぐに返してやるから。行けませんよ、親分。と、彼は早くも半七の身分を悟ったらしかった。私は決して番屋へ連れて行かれるような覚えはありませんよ。何かのお間違いでしょう。強情だな。 まあ、素直に来いというのに。ぐずぐずしていると、ためにならねえぞ。だって、親分、むやみにそんなことを言われちゃう困ります。私はこれでも、木の職人でございます。なるほど、以前は、ご近世の手慰みなんぞをやったこともありますが、今じゃ、すごろくのサイコロだって、つかんだことはありません。全く片木になったんでございますから。 どうかおめこぼしを願います。まあいいや。そんなことは出るところへ出て言うがいい。何しろお前に用があるから呼びに来たんだ。俺が呼ぶんじゃねえ。これが呼ぶんだ。彼の目の前へつかみ出したのは、かの南禁玉であった。それを一目見ると、豊吉はもう何にも言わないで、すぐに長火鉢の引き出しを開けた。 普段から忍ばせてある鰹節小刀を、その引き出しから取り出して、彼はそれを逆手に持って立ち上がろうとするとき、半七の掴んでいる南禁玉は、青も緑も白も一度に乱れて、彼の真っ向へさっと飛んできた。目つぶしを食ってひるむところへ、半七はすかさず飛び込んで、その刃物を叩き落とした。 ねぎまの鍋のひっくり返った灰ぐらの中で豊吉はもろくも縄にかかって町内の地震板へ引っ立てられた。やい豊、てめえ手向かいをする以上はもう覚悟しているんだろう。正直に何もかも言ってしまえ。てめえは信濃屋に泊まっている神右衛門とどうして近づきになったと半七はすぐに吟味にかかった。 別に、近づきというわけじゃありません。去年の暮れに一度訪ねてきて、何か手んこの錠前が壊れているから直してくれというので、宿屋に見に行きましたが、あいにく留守で、こっちも忙しいのでそれぎり行きませんが、その陣右もんがどうかいたしましたか。しらばっくれるな。さっき南京玉を見たときに、てめえはどうして顔の色を変えた さあ、ありていに申し立てろ。てめえなんでジンエモンを殺した他にも同類があるだろう。みんな言ってしまえ。<laughs> でも、親分、無理ですよ。なんで私がジンエモンを。今も言う通り、たった一度しか会ったことのない男を、なんで殺すはずがあるんです。察してください。 豊吉はあくまでも召弁した。まだそんなことを言うか。俺が無理か無理でねえか、南京玉に聞いてみろ。と、半七は睨みつけた。てめえがいつまでも合情を張るなら、俺の方から言って聞かせる。あの陣営衛門というやつは、正直な田舎者のように化けているが、あいつは確かに偽金遣いだ。 豊吉の顔は愛のようになった。どうだ、図星だろう。と、半七が畳みかけていった。あいつが南京玉を買い集めているのは、偽金の金に使うつもりだ。あいつらのこしらえる偽金の地金は、貧乏どくりのかけらを細かにすりつぶして使うんだが、それがこのごらだんだん上手になって、 小さい軟禁玉をぶっかいて地金にするということを、俺はかねて聞いている。それも一軒の店で一度にたくさん買い込むと人の目につくので、田舎者のふりをして、方々の店から少しずつ買い集めていたのに添いねてめえは飾り屋だ。あの神右衛門とグルになって、偽金をこしらえる手伝いをしたろう。どうだこれでもまだ白を切るか 豊吉はまだ黙っていた。まだ言って聞かせることがある。と、半七はあざ笑いながら言い続けた。てめえはいい女房を持っているな。あの女はいくらで品川から連れてきた。その金はどこで都合してきた。てめえたちが一年や半年、世の目も寝ずに稼いだって、 女郎なんぞを受け出してくるほどの金はできねえはずだ。その金はみんな、仁右衛門から出ているんだろう。ここまで問い詰められても、豊吉はまだ強情に口を開かないので、彼をひとまず番屋に繋いでおいて、半七はさらにその女房を呼び出して、彼の家へ普段近しく出入りするものを調べた。その結果、同じ職人の、 源氏と勝五郎、四谷の酒屋、針間屋伝兵衛、青山の下駄屋、石坂屋吉兵衛、神田の金物屋、大宮黒江門、麻布の米屋、千倉屋長十郎の六人を召し取って、いちいち厳重に吟味すると、果たして彼ら一同凶暴の偽金遣いであることが明白になった。 雪だるまの底に埋められていた仁右衛門は、上州太田財の生まれであるが、今は一定の住所もないのである。彼らが南京玉を原料として作り上げた偽金は、もっぱら一部金と二部金とで、それを江戸でばかり使っていると発覚の早い恐れがあるので、仁右衛門は田舎者に化けて、旅から旅を渡り歩いて、 巧みにそれを使っていたのであった。それにしても、仁右衛門を誰が殺したのか、それはまだわからなかった。四。偽金使いは、江戸時代の法として、貼り付けの重罪である。彼ら一同は、どうで助からない命であるから、誰が仁右衛門を殺そうとも、所詮は同じ罪であるものの。 ともかくもその事情を明白にしておく必要があるので、一同はさらに厳しい吟味を受けた。そうして、彼ら七人の中で雪だるまの一件に直接関係のあるのは、かの飾り職人の豊吉と源治と、大宮黒江門と石坂屋吉兵衛との四人であることが分かった。豊吉が品川から連れてきたお政という女は、 もう年明け前でもあったが、それでも何やかやで三十両ばかりの金がいるので、豊吉は抱え主に頼んで、まず半金の十五両を入れて、女を自分の方へ引き取ることにした。残る半金の十五両は、去年の大晦日までに渡す約束であったが、とてもその工面はつかないので、彼は同類の仁ンエモンに頼んだが、仁ンエモンは素直に承知しなかった。 俺のところへそんなことを言ってくるのは間違っている。神田の大宮か、石坂屋行け。と、彼はすげなく跳ねつけた。しかし、大宮へは今までたびたび無心に行っているので、豊吉もさすがに躊躇した。読んどころなく品川の方へは泣きを入れて、七草の過ぎるまで待ってもらうことにしたが、豊吉自身の手では、 正月早々にその工面のつくはずはないので、彼は大雪の小降りになるのを待って、三日昼過ぎに再び仁ンエモの宿へ訪ねていくと、町内の角であたかも彼の帰ってくるのに出会った。豊吉は読んどころない事情を訴えて、重ねて金の無心を頼むと、仁ンエモはやはり承知しなかった。それでも豊吉がしつこく口説くので、 神右衛門も持て余したらしく、そんなら神田の大宮へ行って、俺が一緒に頼んでやろうということになって、二人は雪の中を神田の金物屋まで出向いて行った。大宮には、同類の石坂屋吉兵衛と飾り職の源師とが年始に来ていた。ちょうどいいところだと奥へ通されて、日の暮れるまで五人が酒を飲んでいるうちに、神右衛門は、 豊吉に頼まれた十五両のことを言い出すと、クロエ衛門も吉兵衛も嫌な顔をした。そして、そのくらいの金は仁右衛門が用立てるのが当然だと言った。この仕事については、仁右衛門がふだんから一番余計に儲けているという不平話も出た。なにしろみんな酔っているので、二言三言の言い争いから、 あわや腕づくになろうとする一刹なに、どうしたのか、ジンエモンは、うーん、とうなったままで倒れてしまった。四人もさすがに驚いて解放したが、もう生きなかった。さあ、どうしよう。四人は顔を見合わせた。頓死として正直に届けて出れば、論はないのであるが、彼らには何分にも後ろ暗いことがあるので、 ジンエモンの死をなるべくは秘密に付してしまいたいと思った。四人は世の老けるまでジンエモンの死骸をそこに横たえておいて、店の者の手前は正体なく酔っている彼を介抱して帰るように見せかけて、豊吉と源治はその死骸を肩にかけて出た。ヨ兵ベも付き添って出た。主人のクロウエモンも なんだか不安なので、これもそこらまで送っていくふりをして、後から出ていった。大雪の夜はふけて、町には往来の絶えているのが、彼らのためには幸せであった。四人は三死町ほども死骸を運び出して、堀端の日よけ地に捨てようとしたが、なるべく一日でも遅れて人の目につくことを考えて、彼らは協力して、 そこに大きな雪だるまを作った。そうして、神右衛門の死骸をその底へ深く埋めておいた。いっそ往来へ投げ出しておいたらば、投資家行き倒れで済んだかもしれなかったのであったが、彼らの浅はかな知恵が、かえって己に災いして、思いもよらない悪事発覚の炭帳を開いたのであった。もちろん、 彼らはジンベイの懐やたもとから証拠となるような品々をことごとく取り出してしまった。低い池で買った南禁玉も無論取り出したのであったが、心が慌てているので、そのいくつぶかをこぼしたらしい。そうして、その南禁玉が彼らを当然の運命に導いたのであった。偽金使いの飽きんど四人と、 凶暴の飾り職三人がすべて法のごとくに処刑されたのは言うまでもない。先に死んで軽陸を免れた幸運の神右衛門はもっぱら旅先で偽金を使っていたのであるが、他の飽きんど四人は江戸市中で巧みに使用したことを白状した。しかしその総高はまだ千両に上らなかった。